はい、おはようございます。埼玉百名山ハンターのサロメでございます。ということでございましてですね、今回来ておりますのが埼玉県のね、秩父ということでですね、今回皆様方にお届けする再百でございますけれども、秩父御嶽山ね、行ってみたいと思います。あとですね、碇山っていうのがね、やっぱり再百に入っておりますので、そちらね、最低2座やっていければなということでね、計画しております。まあ、今日はね、午後から天気が崩れるみたいなんですが、結構今のところはねバチバチの、まあ、こんなような感じでね、いい天気でございますから、まあ、いい映像がね、お届けできると思います。で、駐車ポイントでございますけれども、麓のですね、こちら有料駐車場ということでございましてですね、有料駐車場ということでございましてね、500円のね、パーキングになっておりますのでね、まあ、そんな感じでございましてですね、行ってみたいと思います。はい、そんな感じでね、こちらが何駅なんだろうな、これな、駅のあれでございましてね、武甲山ですね、あれね。はい、そんな感じで行ってみましょう。 OK、 モンキー猿がいっぱいいましたね。猿がほらすごい猿のねあれでございますけれども、モンキースタイルはい、そんな感じでございまして、行ってみましょう。はい、来ました来ました来ました。まもなくね、登山口でございます。仁江川塾ということでございましてですね、はい、仁江川ですってね。そんな感じで、この仁江川の看板の先にはですね、まあ、こんな感じでございまして、仁江川の観光トイレということでね、綺麗なおトイレちゃんがございますんで、かなりね綺麗ですねこれね。はい、で登山口はね、まあ、こちらになりますんで、あったあったあった、秩父御嶽登山口。はい、そんな感じで看板もちゃんと出てるからね、この間の参考地みたいなね感じじゃないですね。ちょっとメジャーですね今日は。 OK、 はい、行きましょう。はい、来ました。ほら、看板が充実でございますよ、これ。ね、まあ、熊が出るみたいだけどね。はい、そんな感じでね。はい、この、民家のこの、あれをね、行くパターンなんですね。あー、なるほどね、こんな感じで。あった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 。あー、ゴッドがね、すごいですね、これ。お墓が歴史ある、あれでございまして。行きましょう、行きましょう。よっしゃ、おー、いいね。よし。ああ、こっちにも、もう、あれですね。ああ、ゴッドがいっぱいですね。ゴッドがね、ほら。ああ、おっかねえ。発砲注意だって、これ。おっかねえな、これ。はい、そんな感じでございまして。ハンターがいるんじゃないの、これ。ねえ、発砲注意。気をつけていきましょう。はい。はい、視聴者皆さんね、登山開始時の、状況でございますがね。おう、猿だもん。猿が結構いるますよ、ここね。まあ、こんな感じでね、まあ、整えスタイルでございまして。で、このね、昔からのね、やっぱお墓がね、いっぱい、ほら、いっぱいあるんだよ、これね。これがすごいね。ああ、これもゴッドだもんね。ああ、いっぱいね、こんな感じで、昔からのお墓がね、ありますけれども、まあ、こんな感じで、まあ、整えスタイルでございますね。ね、猿がね結構いますね。猿がキー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 ね、やってますんで、気合かけてね、追っ払っていこうと思っておりますけれども、はい。あー、すごい無法刀だな、これ。無法刀って言われるやつなのかな。ね、まあ、お墓、昔のお墓ですね。よし、はい、こんな感じでございましてね、高度がね結構上がってまいりましたね。あ、で、この上にある程度登りきると、あ、鉄塔がありましたね。鉄塔、鉄塔スタイル。 OK、 よいしょ。はい、こんな感じでね、おお、岩場のね上に鉄塔があるっていうね、結構こう私の中ではちょっとレアな鉄塔パターンですね、これね。まあ、そんな感じで岩場があってね、岩場の鉄塔スタイル。あ、この鉄塔も結構なんかいい味のね鉄塔でございますよ。はい、はい、そんな感じでね、いいですね。はい、あー、いいね、これも OK。
統計今ね、これある程度登りましたけど、まあこっちルートなんですけどね、こっちほら、ね、等身センサー、ね、発動いたしました、今。ほらほらほら。これ絶対ここね、展望ポイントだと思うんですよね。ほら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 。等身センサー、発動だよ、これ。ほら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 。来た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 。ほら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 。あー来た、ほら来ましたね。視聴者皆さんね、等身センサーがビビンのビンね、そんな感じでございまして、見てください。はい、来ました。まあまだちょっとね、あのせざるには早いと思うんですけど、うん、もうあれですね、一望できますね、秩父の街がね、展望ポイントでございます。武甲ですね、目の前の。いやー、いいね、朝日とね、まあセロトニンがバチバチということでございまして、いやー最高です。はい、そんな感じで行ってみましょう。はい、視聴者の皆様ね、まあこの今御嶽山のね、山の中腹部分でございますけども、非常にね、まあ今これね、倒木ありますけれども、非常に整ってね、歩きやすいスタイルですね。まあこっちはね、杉橋ゴンちゃんで、こっちは通常のね、雑木橋ゴンゾーさんということでございまして、あーすごくね、気持ちよい歩きスタイルでございます。よっしゃ、看板がございましたね。登りきましたよ、またこれ稜線スタイル。はい、そんな感じで御嶽、あ、ここ分岐ですね、怒りと、これ怒り、これ御嶽登ってね、今度は行きますけど、まずは御嶽取りますんでね。はい、行ってみましょう。 OK、 来ました来ました。いい感じのね、稜線スタイルになってきましたね、これ。 OK。 はい、視聴者の皆さんもね、素晴らしい稜線歩きでございます。右手にはね、両神ですね、望みながらのね、稜線歩きということで、左ゴンちゃんなんですけどね、まあいい感じでございますね、これは。 OK、 よっしゃ、いやー最高でございます。あとね30分ぐらいですかね、で御嶽山ってね、あれになってますので、もうちょっとでね、御嶽山の山陽がね、お届けできると思うんですけど、もうちょっとかな、これ登ってどうでしょうね。御嶽がね、まだドカーンともうじき来ると思うんですけどね、あれなんですかね、これか、これかな、あ、これだな、御嶽な、おそらくこれですね、来た、これでしょうね、これに登っていくようなパターンだと思いますね。ちょっと木でね、あれですけど、 OK。 はい、視聴者の皆さん、いよいよ御嶽さんのね、全容が出てきましたよ。これ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 、これですね。あー、なるほどね、うーん、深いね、やっぱり。はい、これをね、これからバチバチして行こうと思いますけれども、行ってやりましょう、行ってみましょう。はい、こんな感じでございまして、今ね、秩父御嶽山の取り付きですね、ピークのね、来ましたけど、やっぱりね、こんな感じで、まあ、直登でもないですね、まあ、ぐるっとこうね、安定系の巻きスタイルでね、まあ、登ってくれるね、こうちゃんと整備されたですね、登山道があれになってますから、まああれですよ、まあ多少急でございますけれどもね、まあいい感じでね、もうサクサク登っているような感じでございますよ。はい、もうこの上ですね、御嶽山山頂。 OK、 OK、 行きましょう。 OK、 だいたい登りきりましてですね、ね、そんな感じで、もうちょっとだな、もうまだむやまだむやでりり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 ってまだむやんつうことで、それだな、御嶽スタイルは、あ、もうワンパンチですね。そうですね、オッケー、うん、もうワンパンチ、それだ、お待ちください。はい、行ってみましょう。オッケー、はい、分岐でございますね。こちら大滝のね、分岐でございます。で、もう目の前目の前。
目の前でございますよ。なんかね、あれですね。えいし、すいませんね。くしゃみをね、してしまいまして。お聞き苦しいスタイル。すいません。はい、来ましたよ、ほら。なんか神社みたいのが、あったじゃないですか、すげえのが。ほら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 、お待ちくださいね。はい、来た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 。よし。あれ。あれ。あ、来た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 。来た。なんか、すげえ。すげえゴッドだぞ、これ。おお、あった、ダブルゴッドありましたよ。はい、来ました来ました。このゴッドは何でしょうか。すげえゴッドですけど、なんだろうこれね。鉄板ゴッドね、鉄板で作られたゴッドの先にはほら来たよこれ。ほら、ちゃんとしたゴッド、狛犬来た。あれ、はい、コモちゃん。おはようございます、コモちゃん。どうも。ありがとう、コマ。そんな感じでございましてですね。来たじゃんよ、これ。御嶽。秩父の御嶽。山頂ありがとうございます。どうも。どうも、ありがとうございます。無事にね、これからも下山して家に帰れますようによろしく。お願いいたしますということでございましてですね、秩父御嶽山からの360度のね展望をお届けしますよ。あー、これはね、赤いワーオかい、あれは赤いワーオ、はい、そんな感じで、いやー素晴らしいですね、これはね、あれですよね、まあこんな感じですね。はい、そしてですよ、視聴者皆さんね、うすうすもう分かってね、いらっしゃる方いると思いますけど、チャチャチャカンということでございまして、金があったわよ、金が。金つく、なんか棒がないけど、あ、なんかこれだな、木の棒がこれ切ってちゃんとねありました。これでいいのかな、叩いちゃって。あ、でもいいんだな、ほらここで叩いてるね、跡があるんで、これで行ってみたいと思います。あなたに会えてよかった、あなたには希望の匂いがする、チャ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 ラチャ、つまずいて傷ついて泣き叫んでも鮮やかな希望が浮かんでくる、チャ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 、街は今眠りの中、チャ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 、歯の鐘を鳴らすのはあなた、人は皆孤独の中、チャ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 、あの鐘を鳴らすのはチャチャチャ、ハンナハタ。ディリリリリンということでございました。ありがとうございました。はい、痛い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 。はい、そんな感じでね、それでですね、視聴者の皆様ね、気持ちよくあの鐘をね鳴らさせていただいたところで、はい、この後はですね、こちら先ほど看板にも出ておりましたけれどもね、怒り山、そちらを周回して、行きたいと思います。で、怒り山もですね、再百に入っておりますのでね、ぐるっと回っていきたいと思います。はい、今ね、地図でね、改めまして確認いたしましたら、あれあれですね、両神ですね、あれね、はい。で、これ見てください、あれ、こっち雲取りですね、あれがもう目の前にねバチバチにそびえ立っております。はい、そんな感じでございましてですね、はい、それでは、あ、三角点もこんなところにありまして、よしよしよしで、で、怒りスタイルということで、怒っちゃやーよに行ってみたいと思います。それでは行きましょう。はい、視聴者の皆様ね、一応危険ポイントということでね、ご紹介しておきますと、まあ登るときはね、
まあそうでもなかったんですけど、下りはね、これ結構こうあれですね、ね、こういった状況で、でこれ行っちゃうとこれずるっと行っちゃうんでね、向こうに行っちゃうんで、結構これまあ危ないっちゃ危ないねこれね。まあそんな感じでございまして、とりあえず危険ポイントのご紹介、はい、そんな感じで行ってみましょう。はい、こんな感じでございまして、碇山までのね、稜線歩きこんな感じになっておりますね。まあ気持ちいいスタイルで、あーでもそこにねもう林道があるんでね、結構車で来ようと思えばね、これ来れるんだねこれね、上まで。よし、オッケー、よっしゃ、オッケー、おう、いったんね。まあこんな感じでございましてですね、林道に降りる感じでございますね。はい、で林道また来まして、でまたね、行く感じでございます。よっしゃ、はい、そんな感じですね。よし、あれ、はい、こちら、こちらのそちらの、あちらのそちらってことで、林道また銀杏スタイルですね。よし、行ってみましょう。はい、こんな感じでね、先ほどからのね、状況ということでございまして、碇ロード、超整いスタイルでございますねこれね。はいはい、爽快スタイル行ってみましょう。はい、碇ロードでございますがね、結構な坂でございますねこれね、結構な坂、よいしょよいしょ、まあまあ急ですね、ちょっと危険ですね。 OK、 よし、はい、よいしょ、歩いちゃう、よいしょ、おお、今日初、今日初ロープ、初ロープっす。OK、やば、まあ、ディップスで、ディップスで対応可能。OK、よし、はい、ディップス、よいしょ、よいしょだ、はい、ディップスで、OK、あり、はい、ディップスで対応可能。OK、はい、こんな感じでございまして。よっしゃ、ふぅ、あれ、はい、視聴者皆様ね、こんな感じで碇の取り付け部分でございますね。このあの先かな、あれがね、おそらく碇っちゃうやつだと思うんですけどね。はい、もうちょっとでございますね。 OK、 行ってみましょう。オッレイ、はい、視聴者の皆様ね、これだと思いますね、碇山ね。結構ラスト意外と激しい登りなんじゃないかなこれね。まあそんな感じでバチバチに行ってやりましょう。 OK、 あ、なるほどなるほど、ハトってことでございましてですね、はい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 、あ、結構な今日一のあれじゃないでしょうか、パンチじゃないでしょうかね、そこそこの、そこそこのパンチですねこれね。ほらね、ロープが出てきましたんで、ナイスパンチね、そんな感じで行ってやりましょうね。ロープが出てきたってことで、あり、カモン、あら、足、ああ、あり、あれ、これか、怒り、あ、まだか、マダムヤンじゃねえかこれ。もうワンパンチ、スパンパンチだ、もう一丁だねこれ。はい、そんな感じで騙されスタイル、もうワンパンチ、碇ロード
ラストでございますよ、怒りロード。あ、まあ、あと一回下んだな、これな。下って登っての怒りロード、怒っちゃやーよ。そんな感じで行ってみましょう。おり、あー、なるほどね、一回怒っちゃうんだね、これね。あ、ここ結構危ないね。ここ危ないですね、落ち葉で。ええ、結構急ですね、これは。これスコーンと行っちゃうね、これね。ええ、うかうかしてっと、行っちゃうわよ。よいしょ。おり。おり。ああ、この先かな。よいしょ。ああ。はい、視聴者の皆様ね、今このね、岩登ってきたと思うんですけど、ここね、素通りしちゃいまして、ちょっと行っちゃったんですけど、また今戻ってきまして、ここがね、怒り山の山頂でございます。で、怒り山ピーク。はい。こんな感じでね、マニアックだね、これ。822ピークでございますよ。怒りちゃんと、私と、いうことでございましてですね。はい、そんな感じでね。マニアック。ここも最百ですからね、これね。はい、そんな感じで、怒りちゃんの360度。の展望、こんな感じで、ニキ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 ニお届けいたします。はい、行ってみましょう。ちょっとここせざれないもんね、これね。はい、行ってみましょう。はい、来ました来ました。こちらがですね、おそらくですけど、ゴッドがありましたから、倉掛山だと思われます。はい、山名はもうね、おそらくねないんだよね、多分ね。はい、まあそんな感じでございまして、はい、新しめのねゴッドでございますけれども、ありますと。はい、で、一応このピークのあれですね、GPS 上では怒り山がここになってるんですけど、まあ、間違いなくね、怒り山はあっちの先ほどのね822ピークなんで、はい、ただまあこっちの方がね、まあ、ピークって感じしますけれども、まあこちらのあれですね、360度の展望ね、まあこんな感じでございまして、まあ木々に囲まれているものの、まあ展望はね360度望めますので、はい、まあ、さっきのあれですね、822の怒り山よりもこっちの方が、まあ、まあピークって感じはしますよね、確かにね。はい、そんな感じで、で、あれが怒り山ですね、さっき登ったね。はい、そんな感じで行ってみたいと思います。 OK、 で、下山はですね、周回でね行こうと思いますね。 OK、 行きましょう。よっしゃよっしゃよっしゃ、よっしゃ、よし、オッケー。はい、これもちょっと危ないですね。もう落ち葉のあれですね、もうんで下が結構もうカチカチの土な感じなんで、もう結構なこの行っちゃう感じ、結構危ないですね、これは。よし、慎重に慎重に行きましょう。よっしゃ、オーケー。おお、これも危ねえな、これもな。おお、おお、怖い。おり、おり。はーい、落ち葉スタイル、落ち葉の危険スタイルが継続中でございますな、これは。本当に、まあ、展望はねいいんですよね、これ最高に、これ。はい、よいしょ。よいしょ。で、この下がですね、なんか工場のね、ガッチャンガッチャンこう音がするんで、おそらくこの下ね、採石場かなんかになってんだと思うんですよね、これね。おそらく。おそらくですけど。ええ。ああ。よいしょ。よいしょ。おー、ロープが、いい感じでございます。おっと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 、おー、怖い。おー、注意。ああ。まあ、ローブ、あれですね、助かりますね、これ。よし。ローブ。オッケー。よっしゃ、これね、行っちゃったら終わりだからね。よっしゃ。あれ。
よいしょ。あれ。よし。いやなかなか、なかなかでございますね。よいしょ。OK。出てまいりました。林道にね、出てまいりましたね。はい、そんな感じでございまして。OK。はい、そんな感じでね。こっからはね、林道から入っていきますが、結構な、あれになりますね、これ、マニアックなスタイルになりますね。かなりね、これ不明確ですね。まあ、とりあえず、この、あれか、稜線を、ちょっと行きましょうか。こんな感じで。よし。はい、こんな感じで。マニアックスタイルでね、行ってみたいと思います。OK。よし。OK、マニアックなね、スタイルということでございましてですね。よし、来ました、来ました。よし、出ました。なんだこら。いやー、マニアックだったね、これ。ねえ、怒り山、登山道ということでね、看板出てんじゃないですか、これ。全然登山道じゃないですよ、これ。はい、そんな感じでございまして。全然登山道じゃないですね。はい、そんな感じでマニアック。行ってみましょう。はい、前方にね、そうですね、怒り神社がね、ありまして、神社方面にね、今。もう完全にこれあれですね、ルートファインディング的な感じで。これルートじゃないと思うんだよな。はい、まあいいや。まあそんな感じでね、激マニアまではいかないですけど、まあでもまあ、あれですね、かなりやっぱりね、ルートが不明確なんで、相当これ、ルーファイしていかないとね、まあ、本当にこういう状況ですね。あ、で、あれだ、怒り神社目の前にありますんで、怒りの目の前に、まあ、降りていくスタイル。いやー、マニアック。いやー、いや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 、でもこれなんですよ。やっぱり、同心チャンネルはこれじゃなくちゃいけないですよ。このマニア性がね、もう、同心をくすぐるスタイル。OK。まあ、そんな感じで。よし。よし、行きましょう。うり。ああ。よっしゃ、来た。あり。はい、クリア。いやー、マニアックを制しました、なんとか。はい、そんな感じで。で、怒り神社にはちょっと寄ってきますか。ね、由緒正しき怒りスタイル。怒っちゃやーよってことでございました。ああ、すごい。いやー、すごいですね。はい。ああ、なんかお寺ですかね、こっちは。ね、まずお寺。はい、そんな感じでございましてですね。はい、お寺。いやー、かっこいいね、これね。よし。いやー。いや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 。あー、でも、なんだろうね、これ。へー。まあ、こんな感じでございまして。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、中はどうなってんでしょうね。はい、はい、無事にね、帰れますように、よろしくお願いいたしますと。はい、すごい。そしてこちらはね、また神社、こちらに直通で行けるようになってますね、神社も。こっちから行っちゃおうか。神社。よし。はい、来た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 。あれ。はい。なんだろう、狼かな、これ。この武功の、ね、シンボルということで。おう、怒り山。怒り怒り怒り。おう、すごい。ああ、これはね、この怒り神社はね、ほら、かっこいいよね。多分、あれでしょうかね、狼なんかな。おそらくね。そして、この建物がすごいっすね。多分これ文化財とかになってるんじゃねえかな。そういうレベルですね、これは。すごく歴史を感じます。はい。いや、すっげえ古いと思いますね、この建物は。うん。ね。すっごい古いと思いますよ、これ。
はい、そんな感じで。おー、すごい。こっちは社務所ですね。こっちは古いっすね。いやー、碇神社、よかった。あー、こっちにもゴッドありますよ。おー、すごい。碇山、もうこの碇山はね、この碇山神社ね、これだからあれなんだろうね、最悪になってんだなって感じましたね。すごいですね、これ。碇山神社、これだ、最悪になってるわけはね。すごいもん、これ。はい、そんな感じでございましてね。いやー、彫刻もすごいしね。はい、そんな感じで、碇神社、あー、すごいわ。やっぱね、そうですよね、指定文化財になってますね。昭和54年に指定になっているということでございましてですね、寛政5年ですね、1793年ですってに作ったのかな、これな。いやー、すごいね、このもう歴史、1793年の建物。まあそういうわけでございますから、これはい、よくね、ご覧くださいということで見入ってしまいます。はい、おそらく屋根なんかはね、リメイクしたんだと思うんですけどね。このもう建物自体は柱とかはもう、ね、その当時のまんまなんじゃないですかね。はいはい、そんな感じでございまして、はい、行ってみましょう。はい、そんな感じでございましてね、完全にね、降り切りましたよ。で、これで、戻ってもね、いいんですけどね、ちょっとね、最悪すぐね、そこに、私まだ撮ってないね、ピークがもうすぐそこにあるんですよね。シナ州か、シナ州。シナ州ってね、あれがあるんですよ、ピークが。で、シナ州ってあれなんですよね。小鹿野アルプスでね、以前動画上げてるんですけどね、小鹿野アルプスの、まあ、一番こう、南の端にね、ちょろっとこうある、あれなんで、前回ちょっと取り逃しちゃったもんですからね、せっかくなんでちょっと行ってみましょうか。はい、そんな感じで、こののどかスタイル、行ってみましょう。はい、こんな感じでございまして、林道をね、上がってくスタイルでございます。こんな感じで行ってみたいと思います。はい、これもね、登山道じゃないですね。もうこの稜線をね、強行して登っていくようなスタイルになる感じなんかな。あ、でもこっちに行けるあれがありますね。よし、まあ、とりあえず行ってみましょう。よし、はい、こんな感じでございましてですね、登山道っていうよりもね、あれですね、林業のあれですね、関係者の方の使ってるなんか林道みたいな、まあそんな感じのね、ところをこう登っていくようなパターンでございますよ。そんな感じでございまして、オーケー。いやー、本当にね、地味スタイル。はい、視聴者の皆様、こんなところにね、ゴッドのお地蔵さんがありましたね。はい、そんな感じでございまして、いやー、ゴッド見るとね、安心しますよね。こんな、本当に、ね、もうわけわかんない。ね、登山道じゃないルートのようなね、感じでございましたから。はい。まあ、間違いなく、登山道だと、いう、ことでございますよ。ゴッドがあるってことはね。そんな感じで、行ってみましょう。OK。あ、もうちょっとでね、登りきりですね。これを、その稜線をね、右に曲がっていく感じなんで見えましたよ、稜線が。オーケー。よっしゃ、稜線に出ました。ゴンちゃん稜線出ましたよ。よっしゃ、こっからシナ州ロード楽しんでまいりましょう。オッケー。このね、先のピークなんでございますけれども、天狗堂山っていうのはね、なんかね、あるそうでございまして、どうだろうな、この展望はね。まあ基本こんな感じでゴンちゃん系なんでね、まあどんな感じなのかと
いうあれでございますけども、まああれかな。よし、OK、来ました。こちらが天狗堂山の山頂。まあ予想通りの木々に囲まれスタイルの感じでございますが、なんかね、あのアンテナみたいのがねありますけど、あった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 、看板ありましたね、天狗堂山616とアタックスということでね、まあ基本あのあれですね、木々に囲まれ展望はそんなでもないですね。はい、ただアンテナがねよくわかりませんが、 OK 行ってみましょう。はい、視聴者の皆様ね、このゴンチャンロードのこの先ね、ちょっと見えるかな、もうねうっすら見えてると思うんですけどね、シナ州でございますね、もうちょっとでね、あれですよ、シナ州で取り付けまで行きますけども、どうだろうな、シナ州の展望はいかがなもんか。そんな感じでもうちょっとでございますんで、視聴者の皆様お楽しみください、お待ちください。ああ坂になってきた、そこだ、取り付けは OK。 はい、来ましたね、こちらがシナ州の取り付けでございますよ。これ登ってシナ州、いやバリバリってね今ね音鳴りましたけど、やっぱ採石場のあれですね、発破するダイナマイトの音ですね、おそらくね。はい、そんな感じでバリバリしてますけども、こちらはもうバリバリと行きたいと思いますけれども、もうちょっとそこでございますよ、シナ州。OK、ラスト、行ってみましょう。はい、視聴者の皆さん、最悪、本日3座目のシナ州、そこですよ。あ、看板が見えた。結構急登ですよ、これ。シナ州、ラスト。OK、看板がね、見えたんで、間違いないと思いますけれども、ありありや、この野郎、チキシロ、来た、あれ来た。はい、最悪、本日、三座目の、シナ州、来たぜ、おい、来たぜ、おい、シナ州、はい、来た、シナ州、639メーターと、アタックシと、いうことでございましてですね、三角体ありました、ありがとうございます。そしてシナ州さんからの360度の展望ね、こんな感じでございまして、はい、まあゴンちゃんとこっちですね。で、あれなんですよね、あれ武功、武功、武功ですね、もう最後ね、もうここしかないんで、今日やってないんでね、一番重要なやつ、せざりましょう、せざりましょう。そんな感じでございまして、あの武功を目指して行ってみたいと思います。大いなるマンションせざる、ぴゃっかーん。こんばんは、森進一です。まあそんな感じでございましてね、はい、ありがとうございました。はい、いやー、そんな感じでね、まあ下山のね、まあいいや、今日本日最悪3座目取れましたからね、下山の運びを取ってまいりたいと思います。はい、それではね、本当にね、いや風も出てきましたしね、天気もちょっとあの悪くなってきましたんで、あれですね、下山の運びを取ってまいりましょう。OK、 はい、こんな感じでね、下山はね、まあこれちょっとルートじゃないんですけどね、またまあ直にね、ショートカット的に降りていきましょう、今回は。よいしょ、うわー、降り、 OK、 こちらもですね、登山道なきゴンちゃんマニアックスタイルということでございましてですね、まあまあちょっと危ないスタイル、はい、そんな感じで OK、 よいしょ、走ってみましょう。 OK、 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 おお、とととと、うり、よっしゃ、これは完全、これはね激マニアでございますね。はい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 、ですね、これは、ああ、まあそうですね、このね、あれだね、
この沢を降りていけばまあいいかな、間違いないかな。うん、これでよし、オッケー。はい、今沢に来た。でこれをね降りていこうと思います。オッケー、よし、あれ、よっしゃ、オッケー、激激激激激激マニアだ。よいしょ、よいしょ、激激激激激激激マニアだ。よいしょ、あー無理。ガードレールがあった。いや安定しましたね。道路がようやく安定しました。でも舗装はされてねえんだな、これ。そんな感じでございまして、まあとりあえずまあでも林道に出ましたんで OK、 安定でございます。行ってみましょう。はい、こんな感じでね、橋がありましたよ。おお、これ、おお、はい、そんな感じで、いや、よいしょ。はい、こんな感じで動物のね罠ですね、これね。はい、そんな感じでございまして、出ました、出ました。 OK、 よっしゃ、行きましょう。はい、そんな感じでございましてですね、国道140号に出てまいりました。もうちょっとでございますね。はい、そういったことでございましてですね、締めのねお話をさせていただきたいと思います。ということでございましてですね、いかがだったでしょうか。本日埼玉百名山三座ということでございまして、御嶽山とですね、シナ州と何だっけ、怒り山ですね、そんな感じで3つ取れました。シナ州の方はですね、まあ後でね後日取ろうかなと思ってたんですけど、まあ行けた感じでね、タイミング合いましたんで行ってしまいました。まあそんな感じでございましてですね、登った感想ですけど、秩父御嶽山はね、もう全部登山道安定しておりまして、今回のルートはですね本当に初心者の方だったら本当に超おすすめですね。ピストンで行けばですね超安全で、結構傾斜もね、緩やかでございましたんで、で展望もね良、かったですから、御嶽山おすすめでございます。そしてですね、怒り山と方面ですね、そうなっちゃうと、まあ、一気にねこうマニア性が強くねなってまいりまして、なかなかねやっぱり、ちょっと落ち葉系のちょっとあれですかね、滑落の危険がねあるかなというような感じでございますかね。あとはシナ州、まあシナ州はまあシナ州ってことでございましてねシナ州でございました。はい、まあ、そういったことでございましてね、埼玉百名山ガンガン行こうと思っておりますけれどもね。 あとあれですね、怒り神社、あれはね絶対視聴者の皆さんね行ってください。重要文化財になっておりまして、300年のねなんか歴史みたいな、そんな感じでございまして、相当ね古い建造物でございますから、ゴッド好きにはね、たまりませんので、ぜひね、こちらのルートを来た際にはね、怒り神社おすすめでございます。はい、そういったことでございまして、また再発行ってまいりたいと思います。またですねおすすめの視聴者の皆様方のねルートありましたらですね、コメントの方でね教えていただければと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画、次のライブ配信でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。